はようございます。アシスタントの山子です。今回のミッションはこちら。都内最高峰の雲取山は奥多摩駅からバスに乗ってアプローチするのが一般的です。最も山頂に近いのが鴨沢のバス停で、峰谷や三つ根からも登れます。そしてバスに乗らず奥多摩駅から登ることも不可能ではありません。朝6時にスタートして標準のスピードで行けば15時までに七つ石小屋に到着できます。そこで一泊すれば翌日サクッと雲取山に登頂してお昼頃には鴨沢のバス停に降りられます。問題はどうやって朝6時に奥多摩駅を出発するかです。池袋からだと4時34分の始発に乗っても6時52分着で間に合いません。しかし都合のいいことに奥多摩駅のすぐそばにキャンプ場があります。ここに泊まればいくらでも早くスタートすることが可能です。テントで2泊はかなり久々ですよね。長期縦走ではテントでしっかり回復できるかということも重要な要素となります。設営、就寝、撤収の経験値を積んできてください。ではご安全に。Please push the button beside the door to get off the train. ご乗車ありがとうございました。終点の奥様に到着。この位置は右側です。お忘れ物がすいませんようにしてください。足元は空いている場所ございます。足元お注意ください。
疲れ様でした。まず反省すべきはあのテントがとっくに寿命を迎えていたことです。2日目、雨漏りしてきてかなり焦りましたね。緊急用のサバイバルシートをインナーとフライの間に敷いて急場をしのいだわけですが、雨風の強さや気温によっては命に関わる問題です。道具の使用開始時期や状態はきちんと把握しておきましょう。あとペグ打ちが雑です。フライだけでなくインナーもきちんと固定しないとテントは本来の性能を発揮できません。過去のテント経験は風の弱い場所ばかりだったので、ペグが雑でもなんとかなったのだと思います。ご存知の通り山の上は強風がつきものです。新しく買ったテントはしっかり使いこなしていきましょう。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。